皆さんこんにちは、みきです。皆さん本当にお久しぶりです。長らく YouTube を更新できてなくて本当にご心配をおかけしました。すみません。更新できてなかった最中もコメントとか DM とかで大丈夫ですかとか、待ってますとかいう声をかけてくださった方もいらっしゃって、本当にそういうお言葉をもらえるたんびにすごく安心できてました。本当にありがとうございます。今日の動画はちょっと私のね、しばらく動画の更新が久しぶりになってしまったので、私の近況報告とかも交えつつ、YouTube の更新が止まってしまっていた理由とか原因とかもお話しできればと思っています。よろしくお願いします。初めになんですけど、この私のこの背景のこの部屋の感じを初めて見るよって思ったかなと思うんですが、実は私引っ越しまして、でちなみになんですけど、この部屋、このお家は2階建ての一軒家になります。戸建てのお家に一人で住むことになりまして、最近引っ越したんですけど、8月の下旬ぐらいに引っ越しまして、まだ引っ越したてなのでちょっと物たちとかもごちゃごちゃしてるんですが、少しずつ片付けていってるっていう感じですね。はい。でその一人暮らしのなのに、わざわざなんで一人一軒家に住むことにしたのかっていうのがすごい気になる方もいらっしゃるかなと思うので、ちょっとそれをご説明しようかなと思っています。まずご存知じゃない方とか、私のこの動画で私のことを初めて知りましたっていう方もいらっしゃるかもしれないので、簡単に最初に説明しておきますと、私はちょっと持病があって、チック症っていう、トゥレット症候群とも言うんですけど、そういう病気を持病として持ってまして、長いことずっと付き合ってきてるんですけど、その持病の症状のある数ある症状の中の一つに、私は結構一人でお家で過ごしてる時に限定なんですけど、なんか大きな声でもううわーって叫んでしまう時があって、それが結構大きな声なんですよ。なんかもう悲鳴に近いような、もう奇声を発するぐらいのレベル感の声の感じで、もううわーうわーってなんかもう叫んじゃうんです。でそういう症状があって、まあ、正直それってまあね、周りの人からしたらすごい迷惑だと思うんですよ、絶対に。だから今回お家を引っ越そうっていうことが決まった時に、どんなお家に住もうかなって、どうしようかなっていろいろ考えた段階ですごく悩んだんですよね。どうしたら人様に迷惑をかけずに、なんか嫌な思いをさせることなく自分も過ごせるかなっていうことを考えて、やっぱりこういくら病気だからしょうがないからって言ったとって、いや私はこうなんでしょうがないんで、あなたたちがこう我慢 してくださいお願いしますみたいなことって絶対違うじゃないですか。違うと思うんですよ私は。だから私の方でできる対策があったりとか、その私ができる配慮みたいなこととかはもう全部私の方で、私サイドでできることはしなくちゃいけないって思ったんですよ。なのでいろいろとこう調べつつ、ネットとか情報とかも調べつつ、周りとかにも相談しつつ悩みながら考えていったんですけど、でやっぱりお家選び、物件選びとかになってくると、やっぱ私は一人暮らしなので、私の場合はだからどうしてもやっぱ一番最初に候補として上がるお家の種類ってマンションとかアパートとか、そういう集合住宅が第一候補によく上がるかなって思うんですけど、私も実際に、まあ、最初はどんなアパートとかマンションとかに住めばいいかなって考えてはいたんです。
なんですけど、やっぱり集合住宅だと、そのもう隣、お隣さんとの距離感とかって、例えばもう壁一枚隔ててるだけ、隔ててるだけで、なんかこう、もう壁一枚向こう側にはお隣さんが住んでらっしゃるわけじゃないですか。で、これはちなみにたまたまだったんですけど、前の私の住んでたお部屋っていうのが角部屋だったんですよね。で、角部屋で、なおかつ隣の、片方隣のお部屋、お隣さんは空き室だったんですよ。しかも上も下のお部屋も私の住んでるお部屋と隣り合う部屋は全部空き室だったので、人が住んでなかったので、っていうのも幸いあって、あの前のお部屋に住んでる途中でこうクレームが来たり、うるさいわってクレームが来たりとかっていうことには一度もなったことがなかったんですけど、でも引っ越した先の新居の状況がそう全く同じ状況かって言ったら多分難しいじゃないですか。だからそういう集合住宅マンションとかで住むんだったら、私ってできる対策とか配慮って何があるんだろうっていろいろ調べてリストアップしてみたんですよね。自分でノートに書き出して考えてみたんですけど、例えばなんかまずはまあね、木造とかっていうよりかは鉄筋コンクリートでできたお家を選ぶとか、あとそうですね、防音シートとか遮音シートっていうものがあるらしくって、それをもうお部屋の壁全体に張り巡らして、なるべく音が、私の声が漏れないようにするのはどうかなとか、あとお隣さんと隣り合う面、隣と面してるお部屋同士が、例えばリビングとか寝室とかとお隣さんとお部屋がそういうお部屋で面してると、隣り合っているとやっぱり音、私の叫ぶ声って多分伝わってしまうんじゃないかなって思ったから、なるべくその人が滞在する時間が少ないであろうトイレとか、まあお風呂とかが隣さん、お隣さんと面してる間取りを選ぶようにするのはどうかなとか、うん、あとまあ引っ越してきた時に必ずお隣さんとか上の方とか下の方とかにも必ず私の方から引っ越しのご挨拶に行かせていただくようにして、ちょっとだけまあ簡単にですけど、こうなんか変に言って怖がられてもいけないなって思ったので、なんかちょっと説明をして、あの事情を、自分のこういうそのそういう事情とかを知っててもらうっていうふう、いうふうにしたらいいかなとか、いろいろこうリストアップする中で出てきたんですね、私ができそうな対策が。でもその出てきた対策とかを一つ一つより深く深く掘り進めていって考えていくと、なかなかね、やっぱり例えば防音シートとかも気休め程度にしかならないっていう声も聞いたりとかもしましたし、相談する中でやっぱ声は漏れちゃうんじゃないっていうふうに言われたことがあったりとか、うん、お隣さんにね、そのご挨拶に行くって言っても、やっぱ集合住宅だと住人の入れ替わりって多分あると思うんですよ。転勤とかもありますしね、あると思うから、じゃあそのたんびに自分の方から、あ、お隣さん引っ越してき、なんかお隣さん引っ越してきた、ご挨拶行かなくちゃって、私の方から行くのってなんかあんまり現実的に考えると考えにくいのかなとか、いろいろなんか一つ一つ深く考えていくとなかなかこう難しいかもしれないっていう考えに至ってしまって、こう集合住宅で自分の中でそういう考えた対策をいくら取ったとて、多分マンションとかアパートとかだとなんか難しいのかなって、迷惑をかからないように過ごすっていうのはなかなか難しいのかな、集合住宅ではっていう風に思ったんです。なんかそれに比べたらまだこう集合住宅よりかは一軒家、戸建てのお、戸建てのお家だと、まあ、壁一枚隔ててるだけっていう環境ではなくなるわけじゃないですか。あのもうお家お家ごとにボンボンって立ってて、もうそのお家ごとの話になってくるので、
まだまだこう壁一枚よりかは集合住宅っていう環境よりかはマシなのかなって思って、なんかね、だからこうどんなに今いろいろ本当に考えて悩んだんですけど、どんなに考えてもなんか、あ、これがいい、絶対もうこれで行こうみたいな、そのベストな答えって選択肢って出てこなかったんですよ、正直な話。ベストな答えって出なかったんですけど、うん、でもそれでもまだより良いベターな、こうまだこっちの方がいいんじゃないかみたいなものは私なりに答えは出したつもりなので、より良い、こうもうより良い、そういうベターでもいいから、なんかこう自分の気持ちも安心して過ごせて、でなおかつ周りの人たちにもなんか私のせいで嫌な気分にさせないように過ごすにはどうしたらいいんだろうっていうことを念頭に置いた上でいろんなことを考えた時に、私が出せた結論っていうのが、たまたまその一軒家で一人暮らしをする、暮らすっていうことに至ったわけなんですよね。その方が自分自身の気持ち的にも安らかでいられるなって思って、でやっぱり実際引っ越してみても、その考えを下した、自分で判断したということに後悔してはないので、これからここで過ごしていこうかなと思っています。そしてなんでこう YouTube の更新がずっと止まってしまってたのかっていうと、これはさっきのお話しした引っ越しの話にも通じてくる話なんですけど、その前住んでたあのお部屋っていうのが私にとって結構なんていうか、こう住みにくさを感じてしまうような状況であったんですよ。それでその住みにくさがあるがゆえに、なんかこう自分の生活の基盤みたいなものがなんかいつまで経っても気づくことができなくて、その結果こう YouTube にこう自分の気持ちをこう向かわせることっていうのがなかなかできなくて、余裕もなくてっていうの で更新が YouTube の更新がおろそかになってしまったっていう感じです。そうですね、そのもうちょっとそのこの話を深く掘り下げて話をしていく、説明をしていきますと、前のあのお部屋を住むことになったあの時の私っていうのは、その前の職場仕事を一旦辞めてたんですよね。でなんでかって言ったら、就労移行支援事業所っていう、そういう障害を何かしら持った人が通える事業所が各市に事業あるんですけど、そういうところに通って私はパソコンとかプログラミングとかの勉強をしようって決めてたので、そのためにいろいろ準備を、身の回りの準備も進めてましたし、住む家もその時に探してたっていう感じだったので、仕事も辞めてたからすごいこう経済的には不安定だったんですよ。だから物件選びに関して もうなるべくコストをかけないように、家賃も安く、もう極力出ていくお金が少ないようにっていうので、なんかもう妥協に妥協を重ねた結果、見つけたお家、住むことになったお家があのお部屋だったんです。でも実際にこうあのお部屋で暮らしていく中で、どうしても私にとって、私もそんな器用に何でもかんでもこなせる人じゃないから、すごい不器用なので、あのお部屋の環境だとどうしても私は住みにくさを感じてしまっていたんですよ。で住みにくさを感じてしまってたのもあったし、その上私はこう ADHD 発達障害の ADHD っていうものを持っている、それと付き合って生きていってるっていう、その一つの側面ですけどね、あくまでもその一つの側面があったっていうのも相まって、あのお部屋で暮らしていくにあたってこう工夫を凝らさないといけないことがすごくたくさん出てきたんですよ。
で、まあ、私もねそんなすごくポン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 何でもすぐにこなせるタイプではないから、すごく頭の中が混乱してしまって、もう普通の健全なこう生活の基盤みたいなのをいつまで経っても整えられなかったんですよね。で、そういうのとかも私にとってはすごくもう大きなストレスがもうバーってかかってくるような環境だったんですよね、あの部屋で暮らすっていうことが。だからその結果、まあ自分の生活のことで精一杯で、どうやって生活を整えていったらいいんだろうって、もうそのことばっかりに意識がこう向いちゃって、たまにこう逃げたくなったり目をつぶりたくなる時もあったりとかしましたし、そんな中でっていう環境だったので、どうしてもその自分の切羽詰まった気持ちを YouTube にまで気持ちを向かわせるっていう余裕もなかなかなくて、それで更新がねずっと止まってしまっていたっていう経緯が実はあります。まあそう、そんなこんなでもうこのままで私本当にダメになってしまうってすごい危機感を感じるようになったので、住んでたお家を引っ越そうっていう決断に至りました。で、この実際にこのお部屋お家に引っ越してきてみて、住んでみて、まだそんなに2週間ぐらいしかまだ経ってないんですけど、今はだから徐々にここでの生活に慣れていってる状況ではあるんですけど、まだ前のお部屋よりかはこういろんなそういうさっき話した私の問題点、解決すべき課題みたいなのをよりちょっと前に進めるようになれるかなとか、改善できそうだなっていう気持ちではいるので、これからこのお家で頑張っていこうっていう気持ちです。なのでちょっとね気持ち的にも余裕ができそうな気がするので、今までよりかはYouTube の更新とかその活動とかも、もうちょっとそっちにも目を向けられるようになるかなって思うので、これからもこんな私であれなんですけど、どうか見守っていただけるとすごく嬉しいです。はい、今日はすごくこの動画を出すこと自体がすごくお久しぶりになってしまったので、すごい一方的に私がただダラダラと喋る動画にはなってしまいましたが、ここまで動画を見てくださってありがとうございました。今日はこんな感じで、ただのなんかちょっと短めのおしゃべり動画みたいな感じになってしまったんですけど、またせっかくねこの住むお家も変わった、環境も変わったことですし、ルームツアーとか、ルーティン動画とかVlog とか企画ものとかいろんなことに動画で挑戦したいなって思ってるので、これからも見ていただけるとすごく嬉しいです。この等身大の私をこれからもどうぞよろしくお願いします。ではでは、今日は最後まで動画を見てくださってありがとうございました。そして再度にはなりますが、動画を更新していなかった期間、コメントとか DM とかでもたくさんの方から応援メッセージとかもいただいて、すごくあったかい気持ちになれてました。本当にありがとうございます。この気持ちを忘れずにこれからも過ごしていきたいなっていう気持ちなので、こんな私ですけどYouTube、 こういう風に YouTube を通して動画を通してではありますけど、これからも応援してもらえると、見守っていただけるとすごく嬉しいですではでは、また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。